当卒業のためのライブじゃなかったからさ、うんうん、なんかそれ行きたかったのにって思って結構シュンってなってたのにさ、そこでまたなんかそこにさ一番好きな子の卒業がさこうブッキングしてくるっていうさ、しかもなんかね3個過ぎビンゴぐらいにあるわけさ、うん、なんか帰国惜しくないみたいなあとちょっと1ヶ月ぐらい待ってくれたらなんとか間に合ったかもしれないのに、確かなんでこのタイミングって思うけど、しかもめちゃめちゃさもう帰国したらファンクラブめちゃめちゃ入るつもりでいたわけ、うんうんうん、ちょっと一番、まあ、グループ自体大好きなんだけど、うん、やっぱ一番好きな子が抜けちゃうっていうか、なんか久々にちゃんと推しっていうのができたから、うん、何年ぶりかにはぁって感じ。もうなんか卒婚行きたいじゃんって、もう DVD 買うしかないしさ、オンラインしてほしいオンライン